鈴木直人5月19日から1957年9月20日は、日本の内務官僚、政治家、幹線熊本県知事、参議院議員、衆議院議員、福島県相馬郡磯部村に生まれた、鈴木華英の次男、旧正相馬中学、水戸高等学校を経て、東京帝国大学法学部に進み、在学中に高等試験に合格した。 1927年に卒業し、直ちに内務省に入った。翌年沖縄県特効課長、さらに山梨県、広島県の特効課長を歴任。その後、埼玉県、東京府の経済課長を経て、1939年に石川県経済部長に昇進した。ついで、広島県経済部長、山口県部長、内政部長を歴任した後、 終戦前後には、愛知県経済部長県終戦処理局長の職に、あった。戦後の1946年、熊本県内務部長に就任、同県の桜井三郎知事が、公選知事選出馬のため辞任したため、1947年3月12日から4月16日まで、約1ヶ月、選挙管理知事として、熊本県知事になった。政府が、感染から、 公選知事への切り替え期に、一度に44人の、短命知事を作った時の一人である。厚岡野村出身の遠藤直人が、兵庫県知事になったのも、全くこれと同じケースであった。1947年4月、第1回参議院議員通常選挙全国区に、立候補して当選し、定止政務次官、緑風会幹事長、両院法規委員長を務めたほか 1951年のサンフランシスコ講和会議には議員代表として出席した。1952年10月の第25回衆議院議員総選挙で旧福島県第3区に自由党より出馬し5万6千余病の最高点で当選。1953年4月の第26回総選挙には出馬しなかったが、 1955年2月の第27回総選挙で当選。1957年9月20日、現職のまま病死した。57歳没。地盤は斉藤国吉が継承した。田中角栄元首相の女性で、元参院議員の直樹は実施。ありがとうございます。